イタリア国立地球物理学火山学研究所は、イタリアにある地球物理学、地震学、火山学の研究機関。1999年に5つの研究機関を統合して設立。地球科学の研究機関としては、ヨーロッパ最大規模のものである。陰部の主要目的は、火山活動や地震活動といった地球物理現象の観測。 早期警戒と予測活動である。教育大学研究所や国家市民保護局の各級機関と緊密な関係を持ち、防災のために観測データを提供する。国内外の政府、民間の機関、大学その他の研究機関と連携しており、出版、学校教育、展示会等を通した知識普及にも注意が払われている。陰部は、 国家市民保護局に参加する機関の一つである。国家市民保護局と契約して自然災害の監視観測及び研究を行う形となっており、国家市民保護局から予算が拠出されている。また、教育大学研究所からも予算を得ている。研究所は、ローマ、ミラノ、ボローニャ、ピサ、ナポリ、カターニャ、パレルモに本部があり、この他に支所がある。 常勤職員数は591人。本部観測所の研究者は大学教員を兼任することも多い。院部の参加機関には国立火山学連絡会議と国立地震防災連絡会議があり、研究者連合を構成している。火山学術研究機関としては世界最大級の組織である。イタリアの自然災害研究は伝統的に地震研究よりも 火山研究に重点が置く傾向があるとされるが、地震学研究においても、学術論文の発表数や、引用数において、トップ20に入る研究機関である。陰部の設立以前、イタリアには、火山の監視、研究についての以下の5つの研究機関が、人的、研究分野的にも重複しつつ、互いに独立して存在していた。 複数の研究機関が存在することで相互の切磋琢磨につながったという評価もあるが、1991年から1992年にかけての江戸内山噴火の際には、研究機関間の競争意識が防災活動に支障をもたらしたとされ、統合が検討されることとなった。1999年9月に陰部が発足した。ありがとうございます。